はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クソリッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。皆さんはバーサーカーソウルというカードご存知でしょうか？これまあ、アニメでですね、ユウキさんが虫野郎を倒すために使った超最強カードで、これ多分このシーンめっちゃ有名だから皆さんもご存知かもしれないですけど、ドローモンスターカード、ドローモンスターカードってめっちゃドローしてなんかめっちゃ連打するっていうあのカードですね。はい、これがバーサーカーソウルというカードでございまして、これをですね今日は使っていきたくて、これどういう効果かっていうと、ちょっともう原作アニメとはちょっと効果違うんですけど、自分のフィールドのモンスターが直接攻撃で相手に1500以下のダメージを与えた時、手札を全部捨てて、自分のデッキの一番上のカードをめくって、それがモンスターだったら、モンスターその墓地送って相手に500ダメージを与えるよっていう効果なんですね。でその後モンスター以外がめくれるまでこの効果を最大7回繰り返すという効果になってます。だからまあ最大3500のダメージを与えて、でしあのダイレクトアタックもしてるんで、まあ、結構4000ぐらいのダメージが与えられますよという、まあ、そういうカードですね。でね、エレキというテーマが、まあ、ちょっと強化されておりまして、エレキアナマグロが来たことによってね、エレキアナマグロとエレキユキが来たことによって、でこのギミックって単体だと一応ね4000以上は削れるんですよ。ライフ1000と800と1400と1600なんで、ここで3000で4000で4800のライフポイントが一応ダイレクトアタックだけで削れるっていうギミックなんですけど、逆に言うと4800しか削れないんですよ。ここにですね、このバーサーカーソウルのバーンダメージを加えると、なんとワンキルが取れるということに気づきまして、僕は。で、これをちょっと今日は決めていきたいと思ってます。はい。バーサーカーソウルを使う都合で何が一番課題になってくるかっていうと、結局これ発動できたとしても、まずそのダイレクトアタックで1500以下のダメージっていうのが結構難しいですよね。こんな雑魚打点でダイレクトアタックするの意外と難しいから。で、それと、あとモンスター以外がめくれちゃうとバーンダメージ止まっちゃうんですよ。だからモンスター、フルモンスターのデッキで使うのが一番いいですよね。で、今日は、まあ、フルモンスターといえばということで、これ超級武者デッキですね。これに、エレキをちょっとだけ入れて、で、バーサーカーソウルを、結構展開力あるんで、実は、ザランベルシアンとか普通に出せるんで、超人武者って、一応これサーチできるんですよ。バーサーカーソウルを。だから、頑張って、バーサーカーソウルサーチして、エレキで大爆発して殴りたいと。これを、後手で決めていきたいと思ってます。正直、成功確率、ありえん低いですけど、ちょっとね、なんとかしてきたんで、ご覧いただければと思います。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。ダメだ、まるで決まらん。いやもうこれ多分3時間ぐらいやってんな、これマジで。全然決まらんマジで。やっぱバーサーカーソウルとか、まあ普通勝てはするんだけど、超事務者だから勝てはするんだけどさ、これさ、バーサーカーソウルとかいうカードマジきちい。すびきしねえといけねえし、基本的にはまあサーチミックも今回入ってはいるんだけど、ちょっと待って、それはまあスルーするしかないか。楽園ですかね、これはさすがにね。楽園系のデッキですね。はい。うららになんか当てて、で、なんかドロールとか打って、2ビルぶちかましたら相手止まることないかな。展開。アルビオンどうぞ。いや、マジ決まらん。ドローランドロックバード打つしかないか。ちょっと同時にないから、ドロバ打って、ここで、アルベル、召喚で楽園融合がサーチできないとかさ。いうさ話になるから、これ多分泥場結構効くじゃん相手、おそらくですけどね。いやでもこれ結局泥場で勝ってるみたいな話なんだよな。だとしたらあんのかい、墓穴。いやまあしょうがないか、墓穴あるんかーい。もう疲れた、もう。いやもうこのデッキ使いたくない、本当に。ちょもう成功、一回成功したらもうこのデッキやめていい、ほんまに。ちょマジもう無理、さすがに。ちょっと喉も疲れてきたし、精神的にもきつい、普通に。まあ勝てはするけど、別にそれがやりたいわけじゃないみたいな感じなんだよな。俺はバーサーカーソウルがしてるだけなんだよな。 B セットルブリオンどうぞ。はい、 B セットはいいや。超人武者は割と B セットはそんなに効かないんでね。岩投手とかが地属性だったりするんで。アルブル、はい、楽融合にぶち込むしかないな。楽融合にぶち込むしかない。楽融合ぶち込み、マジ止まってくれ、頼む。これ墓穴にはやめろよ、さすがに止まれよ。
さすがに止まってくれ、お願いします。マジでマジで、よし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 。で、あとビーステッドがあるから、まあ、ビーステッドがまあ何が起こせるかって話だよね。レッドベアとか打ってないし、カル属性がいないから、相手の墓地には多分ルベリオンしかいなくて、まあビーステッド出すんだったらルベリオンを、あ、断罪、あ、ラクイーゴ回収か。なるほど。まあでもこれ効果を無効にしなきゃなんで、発動無効だったらもう一回打てるんですけど、ラクイーゴって。効果を無効にしてるんで、うららは。なんでまあ、あれなんですよね。2回目は打てないと。マグナムート特殊がいいよ。でもラクイーゴ打ってはいるので、融合モンスターしか出ないから、一応アナコンダとかも出ないし、あー、よし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 。割と、なんか雑魚盤面で勝ってきた。これ雑魚盤面で帰ってきた、あとは相手の誘発だけだ。問題はクソ雑魚盤面で帰ってきたから、これあとはですね、多分これマグナムートで持ってこられる、まあ、ドルイドブルームオッケー、ドルイドブルームオッケー、バルドリックいんのかな。でエレキングコブラもいらないよね、あまりにも、あまりにいらない、びっくりしちゃった。これバイク、これワンチャン先行、あ、違う、展開が全部通れば先行展開が弱いから、相手これワンチャンある、マジで売らない。若牛ペンタルマスケのセッティングで、若牛効果 G はない。いや、これいけるぞ、マジで、これマジでいけるかもしれん。で若牛出すで、ビッグ弁慶さんの効果発動して、岩投資召喚で、岩投資召喚効果発動をこうして、こう、ここからこう、いや、ただ光闇属性これ送らないと、あれだな、展開できないな。仲裁持ってくる、仲裁捨てるわけいかんから、いや、これビーステッド、これ光属性用意しちゃいますね。これエレキーコムラが光属性なんで、ちょっと何捨ててもみたいなとこあるんですけど、これ岩通し、あ、でこう、そうだね、これチェーンする、でこれがビーステッドのチェーンですね。これね、つまりビーステッド以外は多分なさそうな気がするんだよな。あとニビルぐらいだね、多分あるとしたら。まあ、ニビルはちなみに、あの、一応今アクセルシンクロからのバロネスして、なんとかしていきたいんですけど、ドルイドブルも OK、 ドルイドブルも OK、 バルド力いないのかな。バルドレいないのマジでゲーな、バルドレいないのマジででかい。いたらバルドレって、だからなんでドルドブルームだったんだろう。バルドブルーム、あの、バルドブルームじゃ誰だ、バルドレイクの方がいいだろう多分ね。バルドレイクだったらなんか一応こっちのリンクモンスターとかシーズモンスターとかシンクロモンスターみたいなモンスターを処理することができた可能性はあるんだけど、なんかわかんないけどドルイドブルームだったから、これワンチャンいけそうっすよ。で若牛効果起動してペンデラムスケールに貼る、はい、で若牛のペンデラムスケール貼りまして効果起動します。岩投資効果、第8でいいんだっけ、これ第8で、アクセシングサーダストでバイク特殊 OK、 これで、バロネスもうこれで大丈夫っしょ、何が起きても大体。っていうか相手の盤面もないよね、妨害は。あと2ビルくらいだもんで、まあ、2ビルあったら打ってそうな気がするんだけども、で仲裁で、カカシにつけて、で仲裁効果発動、いや、これマジでいけるぞ、これマジでいける。あとは相手がサレンダーしなければいけるサレンダーせんかったらいける一応、はい。で、クリフォートゲニウス出しまして、はい、で岩投資効果、よし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 、制限カードもやられてるぞ、制限カードもやられている。これレベル4の方がいいか、若牛、あとでちょっとガイアブースターサーチするんで若牛でよくて、で、ペンデュラム召喚、揺れろ魂のペンデュラム、天空にかけ光のワーク、うおっ、現れろ俺のモンスターたちよ、うおっ、ぬおあ、このエレキコブラはちょっと後でエクシストにしますんで少々お待ちください。でクリフォードゲンニスの効果と第8の効果を発動しまして、いや、やっぱね、ちょっとね、あのね、バーサーカーソウルがマジでサーチしにくいんですよ。バーサーカーソウルもうちょっと簡単にサーチできたらね、なんかもうちょっとなんか簡単に展開できるんだろうけどね。ちょっとね、4歳ダランベルシアンをね使わざるを得ないんだよね、あれ魔法カードの、あれさ、あのカードサーチできなすぎて。で第8位からの前出す、はい、いや、一応理想ムーブではあります、これが。でレベル4のモンスターが4体でオーバーレイエクシーズ召喚、うお、改ざん機ダランベルシアンの効果発動、ダランベルシアンの効果によって、素材を4個使い、デッキからマジックトラップカードを、好きなカードを何でもサーチすることができる、うお、俺なんかまた光ったな、なんだこれ、なんかまた光ったぞ、ビーステッドが。
そして、セリオンズキングレギュラスの効果を発動。セリオンズキングレギュラスの効果によって超重武者ソウル岩投手を装備。さあどうする。あ、サロニーいるか。え、バルドレイクどこ行った。マジでバルドレイク入ってない。コーチ君はバルドレイクは抜かない方がいいぜ。ワンチャンあいつは妨害だからな一応。さあサロニールが出てきてます。サロニールはマジでどうでもいいですね。サロニールは結構どうでもいい。ちなみにこれモンスターこんだけ並べられてワンキル取れないんじゃないですかと思うじゃないですか。取れるんですよねてかなんなら僕モンスター殴らないですから。今から僕はモンスターを殴りません一切はい、モンスターを一切殴りません。うわビッグ召喚現れよサリュージャースカルデット。そして、まあ、岩投手の効果も発動する。岩投手の効果を発動しなんかトラックはまず結構どうでもいい。結構どうでもよくて、で、サルジャースカルデットの効果を発動。サルジャースカルデットの効果によって手札からエレッキングコブラを召喚はぁってなってる。相手さんもこれどういうことってなってる。うおエレッキングコブラで大叩く。そして効果発動。エレッキングコブラの効果によって、エレッキ肌マグロをサーチ。そして、エレッキ肌マグロの効果を発動。エレキハダマグロを、手札から特殊召喚して、そしてエレキハダマグロでダイレクトダック押したとき、うおーバーサーガッソウ許さんハガー貴様絶対に許さんお前だけはドローモンスターカード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 ドローモンスターガードドローモンスターガードドローモンスターガードうおエレキウキでダイレクトタック。うおやめて遊戯ハガのライフはもうゼロよ。ハンラッセ